やあ、佐々木圭介よ。今回もやっていきます、東京クロノス。前回からすごい収録に間が空いてしまってね。今、7月12日に撮っております。7月12日。そう、小説版の東京クロノスの発売1週間前です。来週ね、発売なんですよ、東京クロノスの小説版。神谷彩君が主人公になるっていうスピンオフ作品ね。それが来週ってことですごい楽しみっていう状態で今収録しております。この動画投稿される頃にはもしかしたら年越ししてるかもしれんけどね。よし、今回やっていくのはどれやったっけ。第4章、これじゃ。ゆうちゃんがメインの一周目で、ってなったところですね。一周目で初めて選択肢が出てきたんが、このチャプターやもんな。そう。前回、てつくんが、これはまあ一周目と一緒の内容ではあるんやけど、二周目はね、そのチャプターごとのメインになるキャラクターの裏側っていうか裏の心境並びに、そのキャラクターがカレンちゃんとどう関わっていくかっていうのが分かってくるような、そんな内容になっておりますが、今回のメインキャラクターゆうちゃんはもしかしたらカレンちゃんとは仲良くしてながらも桜井くんをめぐる恋がたきみたいな感じで思っとったかもしれんな。カレンちゃんに対してゆうちゃん京介のことを好きだったけんさ、その京介ちょっとカレンちゃんに気を持っとったっていう描写もあると考えたらさ、三角関係になってるわ。これちょっとゆうちゃんがどなた、京介に対してどんな感じで恋心を抱いとったっていうのがわかるけん、ちょっと俺としては、ゆうちゃん推しの俺としてはすごい興味のある回になっております。これ辺は一緒か。スキップあるもんね。でもちょっと一旦どういう内容だったか整理するためにちょっとあえて飛ばさずに行こうか。どこにもいない。ちゃんと。ここからちょっと変わってる部分があるんじゃ。確かここでなんかアリバイの話になるんじゃなかったっけ。午後3時頃スクランブル交差点に戻ると、すでに神谷たちとローがいた。おかえり。見つからんかったよな。そっか、こっちも誰もいなかったよ。そりゃそうだろ、消えたんだ。ローが笑いまじにそう言った。町工事がローに詰め寄る。なんだよ、お前幼馴染なんだろ。ユリアと影山がいなくなってそんな言い方ないだろ。友情に熱いからな、町工事。町工事落ち着いて。近っ、でかっ、てかでかっ、やっぱもらうずみおっぱいでかっ。その膨らみ見たらさ、どうしても目にいっちゃうよね。ツイッターでもあったな、なんかもらうずみのもらうずみがみたいな感じでさ、もらうずみのおっぱい見ながらつぶやいてる人がおったなって。別にカレンちゃんとユウちゃんが小さいわけでも、いやむしろ二人とも大きい方やけどさ、ドカーンってなってるからな。ごめん、路線離れだね。なあ神谷、大人になろうぜ。空気を読めよ、空気を。政治家ならそういうの得意だろ。いつまでもダダこねてないで、時には人の意見を冷静に聞くもんだぜ。そうじゃ、この流れでさ、多数決が始まったんじゃなかったっけ。リーダー君、神谷君になんて口の聞き方を。謝りなさい。なかなか諸角こういうきつい性格してるけどね、結構人気のあるキャラクターです。いや、おっぱいが大きいとかそういうところじゃないからね。なんか諸角の話するたびに俺おっぱいの話してるけどね。する。俺がみんなの思ってること言ってやろうか。東国と影山は犯人に殺された。これもなんか言おったような気がするわ。ほんまにさ、一周目の内容見返してくるべきだったわ。なんか結構抜けとること多いな。俺もクロノス世界におるんかな、今。必要以上の情報は記憶から抜かれてます。
必要だよ、これも。でもスキップがこう暗い文字になっとるからな、何かしら新しい要素が入ってくるんよな、どっかで見よったら出てくるはずなんよな。でもこの辺りはまだ一周目でもあったような気がするよな。あれ、それってもう答え出てない？えじゃないよお前は気づけどういうことだ。いやいや気づけよこれゆうちゃんは気づいとる、ゆうちゃんだけ気づいとる感じになってるもんなえ、ああようやくみんな気づいてくれたそうだった、そんな展開だったわそうだった、そんな感じだったな。あれこれでちゃ、一旦ちょっとシーン変わるってことは、あでもスキップは消えてないんじゃ、なんか新要素あったかな、気づかんかったなこの辺は一緒よな、多分。あれ。消える直前に桜井と接触してたってことになるよな。この言い回し方よな、ちょくちょくさ、キャプテンのさ、え、そんな発音するのみたいな言い方するときあるよな。あれ。この言い方もなんか好きやな。とりあえず一回。わ。どこか見張れるような場所に置く。さとユージがすごい怖い顔になってたんやな、これ。ローが近寄ってくる。やめろ。京介。ここでユウだった。真剣な眼差しで僕の両目を見据えている。逃げるよ。で逃亡劇が始まる。ユウに手を引かれ、その場を走り去る。というわけで。1周目と同様に2周目との違いがよくわからんまま逃亡劇に入っちゃった。僕が目覚めた建設途中のビルに逃げ込む。スクラブル交差点から近く見つかりそうなものだったが、彼らは誰一人追いかけてこなかった。ユウは慣れた足取りで建設途中のビルを登る。この辺も一緒かな。ここなら外の様子は見られるし安全だよ。逆に何か変わっとんだろうってぐらい変わってないあのままならどこかに閉じ込められてたかもしれないし。ほうなんよな、そういうエンドもあったもんな。それでもやりすぎな気もしたが、ユウは自分の身を投げ打って僕を助けてくれたのだ。責めるのは違う気がした。そう、むしろ頭を撫でてあげた方がいいよ。えへへって言って返してくれるよ。ユウちゃんなんか上のボデユウちゃんなんかリボン緩ない？もうちょいキュッて締めとけばいいのに。そうだな、ありがとう。うん、どういたしましてピッキーンな感じで突入してしまうんよな。ん、私正直今すっごくワクワクしてるんだ。ああ、強敵と戦う時の孫悟空みたいな感じか。ワクワクすっぞ。だって逃避行だよ、潜伏だよなんか映画の中で冒険してるみたいだよ。なんだ、ダブルワンセブン的なところか。なんか秘密の集まりみたいでちょっとドキドキするね俺ね、プレイしている俺と視聴者さんは君が隣にいることがすごいドキドキしてるけどね。これもっと近づきたいのにさ、 VR ゴーグルの特性上これ以上は近づけないからね。もうゼロ距離で降りたいからね、ほっぺくっつけたいからね。ああ、確かに。ある意味ここ、秘密の隠れ家だもんな。そうそう、ちょっと憧れだったの、秘密基地。まあ、少し怖いけど。今何時？まだ7時。2時3時。みんな、飯食べてる頃合いだな。うん。10時くらいになったら外に出よう。そうだな。10時くらいや。待って、水曜日のダウンタウン見たいんだけど俺。やってねえよ。ユウが少しこちらに寄ってきて、体が少し触れ合う。肩が当たるんやな。やっぱり
11時くらいに。やっぱゆうちゃんも水曜日のダウンタウンみたいやな。10時でも今日何の説だろうな。この1時間の差が命取りなのですって言いながらも水曜日のダウンタウンみたいだろ。ダウンタウン好きなのか。そうなの。まあ11時でも全然構わないけど、それまで少し話そうか。だからこの辺はいいか。どうしようか。あ、そういうのは今禁止で。ちょっと一週目の内容をちょっと振り返してきたんでね、今は何が違うのかちょっと気になるところではあるが、なんか違うところあるんかな。なんか交渉入ってそんなに変わっとるところがあんま見当たらないけどな。うん、じゃあ日曜朝の魔法少女で誰が好きだったか話。そんな話してなかった。ゆうちゃんお姉ちゃんの話しようだよこれ。あ、お姉ちゃんどうでもいいから魔法少女の話しようぜって。日曜朝の魔法少女、プリキュア、プリキュア好きだったんじゃ、ゆうちゃん。小さい頃プリキュア好きだったんじゃ。プリキュア長いこと愛されてるからな。プリキュアっていつから始まっとったっけ。2004年ぐらいからプリキュア放送しらんかったっけ。もう10年以上経つんやな。本当に全然関係ないところ行ったな。しかも魔法少女か。あ、京介は戦隊もの派だった。あ、戦隊もの派なん。じゃあそっちの話題でもいいよ。俺仮面ライダーの方が好きなんやけどな。そんな懐かしい話題も含め3時間ほど喋る。3時間も喋ってる。めっちゃオタクやん。プリキュアや戦隊もので3時間喋れるとか、アメトーク出ればいいやんってぐらいのオタクやな。ちょっと頭痛がね。そういえばビルに忍び込んだあの時って僕とユウ以外に誰かいなかったっけ。これがこの辺から伏線として妹がおるっていう伏線がちょっとずつ出とったんじゃな。今思ったら、いなかったと思うよ。いたとしても町工事くんじゃない。町工事とはまだ出会ってない頃だったんじゃないかな、もしかして。これけどちょっとごっちゃになって町工事がおる頃の時期の話かなっていう、そういう話になったんじゃないかな今思えば。なになに、面白ってついてくることあったし。それもそうか。ここ記憶違いと言いながらちょっと思い出し始めとるところがあったんかな。待って、待ってくれ。逃げよう。お願い、京介。お願いってところにはどっちかって言ったら二人きりになりたいっていう、そういう願望が踏まえとったんやな。優の懇願に言葉を失う。やはり、ここは一度逃げた方がいいのだろうか。ローファーの足音が近づいてくる。もしかして、ああ怪我の話やな。二階堂、あれちょっと待って、怪我してるのか。選択肢なかった。これってあれやろ、正規のルートに入った時の流れだろう。選択肢一瞬もう出てこんかったぞ今。まあ二周目は強制的にこっちいるのになるんじゃ。ゆうちゃんおっちおった、東とってこの後ろ姿。ああ、なんでさ、東京クロの相撲やけどさ、アニメの女の子キャラってさ、こんなスカート短いん。頑張ればスカートなんか覗けそうな気がするんやけどな。風吹かんかな。クロの世界、強い目の風を吹かせてくれ。桜井か。おい、二階堂。あ、来た。来たレスリング張り のタックル。レスリング桃野出てきました。レスリング桃野からのハイマウント桃野。ファイティング桃野が入りました。ファイティングです。ファイティングです。この講座ちょっとエッチ。これはエッチだ。これはエッチだ。もう少しでパンツが見えそうなのに、もうちょい下に寄ろうとしないのか。
それにしても、なんか変わったとこあるかこれ。ユウ、お前、何してる。ファイティングモモノ、ファイティングモモノが入っております。なぜそこまで警戒する。だってさ、バラされたくないもん。カメラを仕掛けたのがユウちゃんだってこと。ずっとずっと心配だったんだよ。キョウスケを失ったらって思うと体の震えが止まらなくて。これが好きという感情です。お前が言うなよ。お前、あんなすごいトラップ仕掛けてカレンちゃん血だらけにして、でカレンちゃんが出てきたらさ、ファイティングモモロとしてすごい飛びかかって、お前そのタックルどこで習ったん。歩み寄ってきましたよ。抱きしめるところですよこれは。近づいてきましたよ。心配とかそういうのは本当なの。本当の気持ちでも一番はそうじゃない。ユウは心配性だ。いつも僕の隣にいて僕をいたわってくれる。まるで兄弟のような、そんな関係。私ね、キョウスケが好きなの。出ました、告白です。この淡い感情がモモのユウの中には渦巻いていた。でも私は違うの。キョウスケのことが好きなの。ユウ。でも言えなかった。今の関係が壊れる方がずっと嫌だったから、うん、恋愛というのは難しいもんですからね。駆け引きだったんだ。家族同然で育ったのにそういう目を向けてることがバレたら気持ち悪がられるかなって。だからけど、ユウちゃんみたいな可愛い女の子からそんな目で見られたらさ、俺は興奮するけどね。ワイドオールは興奮するけどね。ユウが僕のことを好き、考えてみたこともなかった。贅沢三面。戸惑う僕とは対照的にユウはどこか満足そうに笑った。形になっちゃったけど、やっと言えた。私ちゃんと告白できた。いや、ちょっと待ってくれユウ。あの、もうちょっと落ち着いて話しよう。やっと言えた。この部分だけ見たらさ、さぞかし穏やかなエンドで向かいそうな感じなのにさ、あるからな、この後来るぞ来るぞ。ユウがそうつぶやいた途端、そう、だからもうここから先は。不意にユウの様子が変わったように感じた。え、おいユウ。ユウの表情からはさっきまでの不安定さが感じられない。ん、何か強い意志が芽生えたかのような冷静さを醸し出していた。ユウ、なんだ、どうした、ここから先ってなんだ。あれ、こんなこと言おったっけ。一周目、大丈夫大丈夫だよ、あとは全部絶対大丈夫だよ。木の本桜や、お前。え、ちょっと待って、あれ、その時不思議なことが起こったみたいな感じの展開だったん。一周目ここで頭痛が鳴って突然走り去っていったのに、あれ、上事のように何かを言った後、ユウは突然走り出した。なんか自分の意思でって感じで、これ。おいユウ、どこに行くんだ。しかも BGM が穏やかなままやけんな。どうしたん、何を誘ったん、一体何がどうなって。でも放っておくわけにはいかない。二階堂、ここで待っててくれ。俺はユウを追う。私も行く。怪我は大したことない。でも大丈夫だから。何があったんだろう、ゆうちゃんって感じやけど、一周目と展開は似とるけどさ、もうゆうちゃんの状況が、もうなんでそこ行くん、
じゃあなんでそこ行くん。ゆうちゃんの情緒が違うだけで展開一緒。やめて、これ落ちるやつ。やめてよ、お前。足滑らせないかもしれんけど。ゆうが壁際スレスレにいた。その光景に頭がひどく痛くなる。ローの時と同じだ。しかし、強い痛みを振り切って声を絞り出す。ゆう、危ないぞ。こっちに来い。戻ってきて。わざわざここ混んでええやん。けれどもユウは何も答えない。ピクイとも動かない。一周目のあの怯えとったユウちゃんどこ行ったん。まるであそこが決められた自分の立ち位置であるかのように微動だにしないまま僕らを見つめていた。ユウ、そこでじっとしてろよ。動くなよ。なんでだよ。なんでだ。僕は何も気にしてないから。何か事情があって映像を撮ってたんだろ。それにそれがあれば僕のアリバイも証明できる。お手柄なんだよ。だから。なんでそこおるなだだ。違うの。そういうことじゃない。これはね、そうなるしかないことなの。だから。なんなの。何なの。え、俺の後ろになんかカンペあるの。誰かスタッフがおってカンペ出してるの。はい、桃野さんそこで、そこに立ってみたいな感じでカンペ出てるの。誰もいないよ。そうなるしかって、一体何のことを言って。こうしないとなんかドラマとして成立しないから、ゲーム進まないからみたいな感じでスタッフの人にちょっと言われてるのか。すると、ユウがゆっくり顔を上げた。え？こんな状況にもかかわらず、ユウは笑っていた。優しく、柔らかく、けど少しだけ困ったような。唇だけを動かして、何かを言った。なぜか声は聞こえなかった。なんて言った。聞こえないよ。いえ、とにかくこっちに。やー、やがてユウの笑顔は遠のいていく。後ろへと倒れていく。ま、待て。足滑らせたって感じじゃないだろお前それ。あー、穏やかな顔のまま。しかし俺の目線はスカートの中。めくれろめくれろめくれろめくれめくれない。何だったん？でも、自分の意思で落ちた感じ。その後、落下したはずのユウの死体は見つからなかった。何を思い出したん？家族同然で育ったのに。